海で溺れた王子様を救い、恋に落ちてしまった人魚姫。魔女と契約し、自慢の声と引き換えに人間の足を手に入れた。しかし、その恋が成就しなければ、彼女は海の泡になって消えてしまう。というのは、よく知られたお話ですが。人魚姫、あなたはなんてことを。ああ、姫様の美しい尾びれ。そして何よりその美しい声。それがもう聞けないなんて。姫様の歌物語が、どんなに僕らの心を癒したか。そうだそうだ。それに、声を失って、どうやって王子様に思いを伝えるというのです。みんなが言うように、私はとても大切なものを失ってしまったわ。声を失ってしまっては、お城へ行っても思いを伝えることもできないし、いいえ、私はこの声で作ったお話をみんなに聞かせるのが得意だったのよ。ひらめいた。声がなくても思いを伝えることはできるわ。お姉ちゃん、何書いてるの？これは絵本さ。たった今書き上がったばっかり。とっても素敵な本だよ。へえ、すっごく面白いね。これ、お父さんにも見せていい？僕のお父さんは町の出版社に勤めてるんだ。王子様、絵本の作者を連れてまいりました。この本を読んだんだ。これは僕の物語だね。そしてあの日僕を助けてくれたのは君だったんだね。はあ、僕はこのお話の続きが気になります。教えてもらえますか？このお話の続きは、おめでとう。はい、やった。こうして二人は結婚して幸せな日々を過ごしましたとさ。めでたしめでたし。